山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市宇根田西居酒屋おかん谷口幸代さんにお話を伺いました。幸代さんは内灘生まれ、明るい両親のもとで育ち、歌が大好きでよく歌っていました。小学校に入って黒板の字が見にくかったので、3年生の時に眼科で検査をしたら弱視だと分かり、コンタクトレンズにしたら世界が明るくなりました。またいじめにあって人が信じられなくなりました。高校に入ると友達がたくさんできました。自分らしくいることを受け入れてもらえて、幸代さんの面白さを理解してもらって、楽しい3年間を過ごしました。卒業後、縫製会社で働きましたが、合わなくてマーケットの仕事に就きました。若くして結婚して、女の子と男の子が誕生。幸代さんは昼夜と働きました。ある日、義理の母がやっている居酒屋を1ヶ月任されることになりました。お客様同士のつながりや人の優しさを感じて、将来は居酒屋ができたらいいなと思いました。39歳の時に離婚。居酒屋をやりたいとお店を探しました。2020年5月、宇根田西に居酒屋おかんをオープン。多くの人に助けてもらい、本当に生きてきてよかったと感謝の気持ちが込み上げてきました。おかんただいま。のれんをくぐると親子3代素敵な笑顔で迎えてくれます。これまでの経験があって今がある。出会ったお客様が元気になって、お客様と一緒に店を作り上げていきたい。金沢市宇根田西居酒屋おかん谷口幸代さんは、手料理と愛情でいっぱい、おおらかに話してもらいました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。